こんにちは、PZP です。今日は焼肉専門店円座さんに来ています。こちら小山市の50号線に近いところにあるんですけど、隣がロイヤルホームセンターで、こっちが50号線ですね。これ50号線すぐ出たところに牛角の食べ放題があって、そこと競合してるのかな。できた時も大体同じぐらいです。はい、それでは入ってみます。こちら何時メニューになるの？はい、はい、すいません。会員限定クーポンが配ったりありますので、もしよろしければ最初お願いします。じゃあジュースを2杯飲めるってこと？そうですね、こっちではこれがついてくるの で、こっちは無料で、登録されると無料で1杯飲める。やるよろしくお願いします、はい、ただ今お仕事にお待ちいたします、はい。ランチメニューです。スタミナランチ、カルビ盛り、大判特上、ちょっと値段も特上だ。とりあえず今日はスタミナランチこちらにします。でランチはドリンクがつきます。でランチのドリンクとキャンペーンのドリンクで、要は2杯つきます。無料のクーポンでオレンジジュースもらうことにしました。はい、どうも。こちら県内といいまして牛脂になっております。聞いてからお肉をやってください。レバーとかホルモンは内臓肉ですので、よく焼いてからお食べください。こちら、豚なんですけども、豚カルビの方もなるべくよくちゃんと焼いて食べてください。すみません。スタミナランチです。クーポン券でジュースもらったんで、アイスコーヒーとジュースですね。これで869円テールスープとあと肉ね、でサラダもついてるし、ご飯は大盛りです。なんか869円結構いいですね。はい、では焼いていきたいと思います。
はい、ごちそうさまでした。うん、あの予想を上回るいい肉3種類と、あとテールスープと、あとご飯も大盛りだったしね。これで869円、すごいよね。900円しないでこれ焼いて食べられるんだからね、お昼にね。でタレも3種類、この薄口タレ意外に美味しかった。あと塩とコチュジャンもねついてました。あの初回の人だけアプリダウンロードするとドリンクもう一杯もらえるんで、あの行った人はやってみてください。すごいね。そうですね。これで7キロ。7キロあるんだ。やっぱり夜来て飲みたいね、こういうとこはね。はい、どうもです。ありがとうございます。